皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もプロスペースで遊んでいきます。さあ S ランク確率 10% でチーム契約書ですね、10枚ありますので、こちら10個ですね、回していきたいと思います。回していくっていうんですかね、契約するっていうんですかね、ガチャですかね。さあ計算上1体は出るはずなので、ぜひ2体出したいですね。まあ1体も出ない可能性もあるんですけど、さあ、確定演出とか見たい。お、これ A ですか？お、まさかの、すごい1回目です。柳田選手だ。しかもなるほど、柳田選手だけ持ってるんですけど、なぜか。この前のガチャですね。よかったらそちらも動画でご覧ください。再生リストでつなげて見れますので。お、これはボンバスに教えていただかないと、何の演出が熱いのか分かんない。お願い。おっと、三森さん持ってる。あ、でも A は持ってない、ニューだった。 B ランクで持ってましたね。いや、いい選手もあれですよね。 D ランクとかだとあれですからね、使わないですからね。これもしかして A ランク以上確定なんですかね。お、石川投手いいですね。あー、なんかこれ自チーム契約とかは全員ソフトバンクさんですね。まあ、なるくん福岡ですからね、ソフトバンクさん応援してます。頑張って、お願い。 S、 あと1体とか、あと1人というか出てほしい。持ってないやつで被らないでほしい。あれがパリンって割れたら出るってことですよね。おお、マッチさん、松田さん、あつおですよ。いいですよね。最近も得点決められてましたよ。いや、頑張ってほしい。さあ、何でしょう。おお、千賀投手。多いですね。打者も欲しいんですよね。この前モイネロさんが出たんですけど、モイネロさんも被っちゃったんですよ、ね、お、長打打って、長打を、長打打って、さあ、おお、武田投手、投手が多い。さあ、あと何回ですかね。いや、なんか楽しいですね。おお、グラシアルさん持ってる。あとは、あと3回、あと1体じゃなくて、あと1人出てほしい。誰がいいですかね。今宮さんとかいいですかね。お、中村晃さんもいいですね。あの周東選手も出てほしい。足が速いですからね。さあ、あと2回、お、長打お願い。お、いい感じ。さあ、待って。あー、つもりさん、つもり投手ですか。加山投手とかもいいですよね。さあ、ラストいきましょう。これは確率通りになった。お、来ました。これ確定ですよ。確定ですよ、多分。パリンってきましたね。誰でしょうか。かぶらないで。おお、あつお、来ました、松田さん。いや、嬉しい。お二人来ましたね。さあ、ということで、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ですね、お出ししておりますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ぜひ再生リストからいろいろですね、続けてご覧くださいませ。ということで、ご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。